皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はロケランか手榴弾でできるショートカット系の裏技を6選ほど紹介したいと思います。最初はチャプター1の農場ですね。本来であればこのように歯車はめるところに一度行ってから歯車あるところにね降りて歯車を獲得するのですが、で農場の入り口なんですが、最初のここの窓にロケランを打つと鍵を壊せて歯車を簡単に入手することができます。ちなみにここのショートカットは手榴弾でも可能です。お次はチャプター7のエルヒガンテが投石してくるエリアです。まず最初に入り口にいる敵を全員倒しますよね。正規の進め方だとここのレバーを引いてはしごを上がって、ここのレバーも引いて、で下に降りて進んでいきますよね。でショートカットのやり方なんですが、ここのはしごを上がった後、門の外側ここの炎に向かってロケランを打つと、はい、扉が開いてショートカットができます。ちなみにここも手榴弾を投げて開けることも可能です。で3つ目の小ネタはこのまま進んでエルヒガンテゾーンに行きます。はい、出てきましたね。このエルヒガンテ実はロケランで簡単に倒すことができます。こちらはロケランでしかできない小ネタなのでご注意ください。続きましてチャプター11、ダイナマイトを取りに行くエリアなのですが、本来ならめちゃくちゃ敵がいるところにダイナマイトを取りに行きますよね。あいつらがいる。はい、ここのダイナマイトエリアもロケラン一発で破壊することが可能です。ちなみにここは手榴弾で破壊することはできません。お次はチャプター14、アシュリーがクレーンで壁を破壊するイベントなのですが、普通にやると数分間耐久しないといけません。しかも結構長いですよね。ということでこの壁にロケランを打つと破壊はできませんが、穴が広がって鉄球一発で壁を破壊することができます。いくつか数は必要になりますが、手榴弾でも破壊が可能になります。最後に紹介するのはチャプター15、マイクのヘリが狙われて対空砲を破壊しに下の道を通っていくエリアなんですが、この対空砲もロケラン一発で破壊することが可能になります。ここも数は必要ですが、手榴弾でも破壊が可能になります。ということでロケランか手榴弾でできるショートカット6選でした。他の時短系の小ネタも前回の動画で出してますので、気になる方はそちらもご覧ください。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。